指差し太郎の標識教室。ヌータルイテフェードイン。皆さんこんにちピース。皆さんこんにちピース。差し太郎くん、今日は歩きで登場なんですね。ちょっと違う場所に着地しちゃって、なのでしれっと歩いてフレームインしちゃったよ。場所間違えちゃダメじゃないですか。サシャロー TV を見ている人で着地シーンが好きって人も結構いますからね。なんなら膝ぶち壊れるまで何回も着地シーン撮影してもいいんですよ。それだけは勘弁してください。ところでそろそろ夏も終わり、秋の季節になろうとしてますが、まだまだ暑いですね。暑さと台風シーズンはできれば早く過ぎて秋になってほしいな。秋といえば差し太郎くんは何の秋ですか？そうだね、お酒はぬるめの燗がいい、魚は炙ったイカでいい。それは秋といっても八代秋ですよね。そういうダジャレ的なのは勘弁してくださいよ。本気で怒ってるね。ダジャレはこの動画のコンセプトから外れるのでやめてください。ごめんごめん、もう言わない。本当は読書の秋かな。へえ、意外ですね。どんなの読むんですか？推理小説とかサスペンスものとか。ん？歴史ものですか？ん？読んでませんね。ごめん、ちょっとカッコつけたくって。差し太郎くん、差し太郎くんはそのままの差し太郎くんでいいんですよ。ありのままのでいいんです。カメラマンさん、ありがとう。これからはカッコつけたりせずにありのままの僕でいくよ。そうです、差し太郎くんの良さはカッコいいとかじゃないですから。え、さあ標識教室を始めましょう。はい。さて今日紹介する標識はこれ、規制標識301、通行止め302、車両通行止め303、車両進入禁止の標識です。これどれもこれも結局は入っちゃダメってことですよね。そうだね。でも少しずつ違いがあるから今から説明していくよ。はい、よろしくお願いします。301の通行止めは歩行者、車両および路面電車の通行を禁止する標識。302の車両通行止めは車両の通行を禁止していて、303の車両進入禁止は道路における車両の通行につき一定の方向に対する通行が禁止されている道路において、車両がその方向に進入することを禁止する標識なんだ。おっと、情報がたくさんすぎますね。つまり301は誰も通っちゃダメ、302は歩行者以外全ての車両が通行禁止、303は歩行者は通って OK ですけど、車両はこの標識が見える方向からは入ってはいけないんですよね。そうそう、同じようだけど少しずつ意味が違うから間違えないように気をつけないといけないね。それに通行止めの標識は他にもいろんな種類のものがあるよ。例えば大型貨物自動車等通行止めとか、二輪の自動車原動機付き自転車通行止めとか、自転車通行止めとかがあるよ。何が通行止めになっているかをよく確認しながら通行しないといけませんね。そうそう、303の標識は一方通行326の A、B と対になっていることが多いから、間違えて逆走しないように注意しましょう。補助板などが一緒に設置されていることが多いから、時間帯などしっかり確認してから通行するようにしましょう。ちなみにこの標識の意味するところはわかるかな。7時から9時は歩行者専用、それ以外の時間9時から7時は進入禁止。結局車は入れないんじゃないんですか？だったら進入禁止302とかでよくないですか？と思うよね。はい、これは確かにこっちからは車両は常に入れないんだけど、7時から9時は歩行者専用道路なんだけど、それ以外の9時から7時は一方通行の出口になるから
車は出てくるという解釈になるんだ。なるほど。9時から7時にここを歩く人は注意が必要だということですね。その通り、よくできました。あざーす。それでは今日はこの辺で、また別の標識でお会いしましょう。はい、チャラバイ。では次の標識へジャンプジャンプ。